ゴングが鳴りま、おっと早くもミスターシモン。そうですね。敵前逃亡ですね。飲まれてますね。相手がだってもう、スーパースター中のスーパースターですよ。本当、ね。はい。ロック様ですか。ロック様ですよ。はい。お、出ました。ジャストブリング行った。あ、ちょっともしかすると誘ったかもしれませんね。ちょっとね、距離を置いて。はい。でも倍返しくて。さあね、こっからロック様の妙技がね。そうですね。ロック様の妙技味わう時が来ましたよ。来ましたね。言い方もかっこいいですね。はい。あんな風に降りるのか俺知らないけど。何しても縁になりますからね。そうですね、本当に。ただ、本当に悲しいかな。はい。ゲームだとですね、再現の幅にですね。まあそうですね。そうなんです。限界があるんですよ。顔芸みたいなところありますもんね、ロック様。そうなんですよね。もっと寄れれば。あ、ちなみにあのジャストブリングイットやってるとき、はい、眉毛動いてるんですよ、めっちゃ。そうなんですよね。あれね。そうなんです。ゲームだとわかんないんですよ。なかなかね、あれ難しいですよ、実は。そうです。うん、ピクピク。はい。お、ほんと、ツ。何があった？見てなかったぞ。そうですね。フリートークしてる間に、はい、かなりロック様ペースで。はい。お、お、反撃きますよ。きますね。きますよ。ミスターシモのターン。また引っかく。これは痛い、でも。普通に痛い。そうですね。ロック様に相手でも、ちょっとね。そうですね。この辺はね、大物感ありますね。褒めましたね。珍しくね。そうですね。そうですね。決まりますよ、コンボが。文字せずね。はい。はい。コーナーに振った。そして、なんか狙ってますよ。擦りつきだ。これどうですか、大物感は。そうですね。本当にね、物おじしないですね。物おじしないです。相手はね、はい、ハリウッドスターでもありますからね。そうです、そうですよ。あの、はい、2016年に、はい、一番稼いだ俳優で、ロック様の名前が上がってました。世界一位です。なるほど。あ、すごいですね。すごいですね。そんなだったんですね。なんかね、ギャラとか、やりましたね。やりましたね。小物感出ちゃいました。さっきからずーっとこんなことばっかやってますよ。あこれ効きますよ。これ効きます。今のところね、はい、結構ダメージ与えてますよ。そうですね。なんて言うんでしょうね。まあ、小細工なんでしょうけど。そうですね。その小賢しさが効いてます。効いてますね。ロック様は、はい。やられ芸って言ったら失礼なんですけど。まあそうですね。ね、豪快にやられるところも魅力ですから。そうですよね。それもね、再現しきれなかった。あ、なんだ？まくりましたね、ロックさん。あ、でもなんか違う方向いてる。向きがね、慣れないことするから、この。そうですね。ちょっとね。このカメラワーク意識しないとね。そうね。やっぱりプロは。はい。お、ここら辺は、お、下ドリラーです。来ましたね。ちゃんと持ち上げる。はい、惜しげもなく出してきましたよ。出しました。もうまだ開始2分半なんで。そうですね。出しましたね。そしてカウント1。はい。まあ、そう決まりですね。ロック様にもね、食らってこれ必殺技なのか分かってないと思うんですよ。そうですね。そこら辺は。ロック様はこの小物を相手にしなくていいんです。はい。お、何？これは？これはまさかの？パクるんじゃないですか？何する気だ？お、なんかちょっと会場にアピール。そうですね、変ですけど。はい。そして走った。走った。ロック様立ってるけどね。立ってるけど走ってる。フリーズしてしまいました。はい。そして鉄拳制裁。そうですね。まあ本当はね、ピープルズエルブをパクろうとしたんですけど。なるほど。多分ね、その前のスパインバスターがあんま十分に効いてなかった。そうですね。高さもないですからね。そうですね。お、来た。出ました、出ました。ロック様のパンチ。はい、縁になりますね。そうですね。ロック様はなんかパンチしかしてない。そうですね。全然妙技をね。お、お、お、何する気だ？両手を指さす、これは？これはさっきの？まさか？下取りだ。おーっと、これはね。これ、そうですね。逆に光栄ですよ、ミスターシモ。ロックさんはこういうちょっと遊び心ありますからね。そうですね。相手の技をね。はい。お、これは出ます、出ます。ロックボトム出ます。出ますね。出た。これは、お、こらえちゃった。空気を読まない男。そうですね。見たかったですけどね、ロックボトムね。そうですね。ロックボトムでミスターシモ負ければ。あー、そうですよ。まあでも、ね、もう一個のあれも見たいですしね。そうですね。あれがね、はい、伝説の必殺技。伝説。お、いったいった。お、聞いてる聞いてる、でも。そうですね。ヘッドバット、得意ですからね。そうですね。こういうので与えていくしかないです。行きましょう。石頭ですからね、意外と。もう、そうか、冷静に考えたら、もう必殺技打っちゃったんですね。そうですね。もう技がないのか。ないんですよ。なんか狙ってますね。何を見る？お、お、叩きつけた。ああ、痛い。これは結構効きますね。効きますね。そして、さらになんか悪いこと考えてるぞ。ああ、お、これはアクシデントです。審判とぶつかってしまった。そうですね。キョロキョロしてますね。悪いこと考えてますよ。考えてますよ。お、目つぶしからの。来たー！あー、ローブロー。審判見てない。審判ね、自分にぶつかったことに対して今文句言ってますけど。そうですね。ローブローは見てなかったですね。なるほど。これはうまいですよ。そうです。これは取れるんじゃないですか。取れないです。あー、まあね。
ロック様ですからね。そうですね。こんなんで終わったらね。暴動ですよ。起きちゃいますよ。またなんか悪いこと企んでます。はい。今度は何狙う？イカを狙っているけど、この場所は。やばい！ベーストポジション！ベーストポジション。測ったかのように。スパイマスター、リングのど真ん中ですね。ど真ん中ですね。なんかね、つぶやいてくれたのか？そうですね。出たー！来た！ふぅー！かっこいい！ぴょーん。そして、明日明日。ピープーズエルボー、決まった。エフェクトはなし。なし。これは ね、絶対に返していくんです。返しちゃいけませんからね。カウントする。そこは空気を読みましたね。はい。はい。以上でございます。